金奉行は江戸幕府における職名の一つ。江戸に置かれたものと大阪城内の金蔵を管理した大阪金奉行があった。幕府金庫の水筒経理を役目とした。当初は筒子のマズメだったが、後に消化のマズメとなる。元型、払い方の二分に分かれ、それぞれ収納と支払いを担当。定員は各4名から7名。金銀水筒奉行。 諸国金銀奉行とも呼ばれた。創設は、昭法三年正月だが、慶長十八年には、杉原中在門親春が金銀水頭の奉行に、元内四年に、松風昆衛門が金奉行に部任されたという記録がある。元禄二年正月に勘定奉行支配となり、同年五月に、薬料百票、教法十八年五月に、薬高に百票と定められる。配下に、 金同心がおり、明和3年3月に、主営役の金倉番同心20人も、過料として付属した。金同心は30票3人ぶちで、定員22人から23人。同心元締めは、役高の他に、役料5両が支給された。文政3年7月、元型、払い方は統合されて一曲となる。大阪定番の配下で、 大阪城内の金蔵の管理、水筒を司さどった。定員は原文5年に翻訳、仮役が各2名ずつと定められる。配下に同心が各15人付けられた。200票高の者による持ち高勤めで合力米80国が支給された。大阪に在勤し、不妊の際には金1枚と自腹に量が与えられた。 寛永16年に創設されたという記録があるが、寛永2年に、深津渡るごえ門の正吉と今村伝え門ん正信の二人がこの職に、不任されたという記述もある。ABCDEFG、理長より、AB、徳川みきより、ありがとうございます。